演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、セブンイレブンに久しぶりに行っていろいろ甘味を買ってきてね、食べたいと思います。今回中でも注目してるのはこのイタリアンプリン宇治抹茶。あのイタリアンプリン美味しかったですからね。自分が食べたのはジャンボ版なんですけど、これもジャンボ版で出てくれなかったかな。それをさすがに高望みしすぎた。では、まあ、これはちょっと後の楽しみなんですけど、まずはこちらイタリア軍のモンブラン生ドラから食べていきたいと思います。もうすぐもう秋ですからね、栗が美味しい季節です。まだまだ暑いですけどね。ではおっと、なんか結構思ったより重量感あるな。なんか変な言い回しだけど、ではいただきます。久しぶりのセブンイレブン、いい気分になれるかなと思って食べ始めて、やっぱりすごいな、こういうの。モンブラン生ドラはクリペーストの口が口の中でふわっと広がってきて、とっても美味しかったです。でもちゃんと整理してるような感じでね、もう一回整理します、ね、モンブランのあの栗のペーストの甘みが口の中でふわっと広がってきて、ドラ焼きとよく合ってとても美味しかったです。ドライフ生地であるが有名なの。生地がパンケーキと違って蜂蜜の甘さが香りがするような感じがしましたね。これはドラ焼きと言ってるのかな。いつもだとパンケーキと何が違うのか疑問に思うんですが、で次のこちらの冷やしくずまんじゅうは、冷やす、そもそもくずまんじゅうって冷やすものじゃないのかなとツッコミはちょっと覚えつつも、プルプルとした中にさっぱりとした甘さのあんこが入っていて、あっさりいただくだけで美味しかったです。そしてこちらのミルクあんげパン、なんか自分は表面にミルクがコーティングされてるかなと思ったんですが、表面はシュガーコーティングで中にミルクが練り込まれてると思うんですね。シュガーコーティングの甘さが程よくて美味しかったですが、ちょっと揚げパンとは違うかなと思いましたね。どっちかっていうと、まあ、同じ揚げなんですけどドーナツに近い、そんな感じでした。なのでアフェパンのザクッとした食感を求めるとちょっと違うかなと思いました。そしてその次に食べたこちらのダブルチーズケーキ、上の方に濃厚なチーズクリームのケーキ、その下にさっぱりレアチーズケーキが入って、その一番上にはクッキー生地です。クッキー生地がザクザクしていて、食べ進めていくと2種類のチーズがそれぞれの味を見事に引き出していて、とっても美味しかったです。濃厚が好きな方、さっぱりが好きな方にもおすすめできますね。今のところこれが一番好きですね、今で食べる中では。なのでこれをまずは現時点でこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。そして次行きましょう。続いていくのはこちら、安納芋のさつまいも。なんかこれも結構話題に、わ、なんか思ったよりでかいな。これもこでも小さいイメージあったな。ちょっといや破れたらクリーム垂れてきそうなんで、そのままいきますね。ではいただきます。モコは前から聞いていたことけど、本当にこんなに美味しかったんだ。本当にもっちりしてる。なのにこの薄さは一体。安納芋のさつまいもこは薄いんですけど、しっかり弾力のある外側の皮に包まれた安納芋のほどで甘さが効いたシュークリームが口の中でふわっと広がってきて美味しかったです。モコってもっといろんな種類あるみたいですけど、そういうのもまた食べてみたくなりました。そして次に食べたお芋の団子、これ団子自体はシンプルな白玉なのですが、上に乗っているさつまいもの甘さが本当にその団子によく絡んで美味しかったです。なんだろう、ただスプーンで作れるのなんか串団子で食べたくなるような、そんな気がしましたね。どうかお願いします。ではそして次に食べた、どっちだったっけ、俺だな、もうグダグダになってんじゃねえか。こちらのとろーりみかんわらびは、みかんの風味が口の中に入っているとなんかわらび餅とちょっと違うような気がしましたね。なんか言いたいこと整理するからいいってやり直しますね。なんかちょっといわゆるプルプルのわらび餅とはちょっと違った、口の中で溶けていけないわらび餅の中にみかんが入っていて、噛んだ瞬間にちょっとした食感とともにみかんの酸味がその中でふわっと広がってきて、爽やかな気分になることができました。
そしてこちらのレモンわらびは同じくみかんと同じく中にレモンが入ってるのか、レモンが練り込まれたわらび餅が入っているってことだったんですね。噛んだ瞬間にレモンがふわっと広がってきたのは、ね、同じなのですが、こちらの方が食感はよりわらび餅に近い、そんな感じですね。わらび餅に近いって言ったらあります。わらび餅のプルプルとした食感の感じのことがありますね。なので食感を求める方はこちらの方がいいかもしれないですね。本当にとろっつっと入っていく方が好きな方は先ほどのこのみかんわらびの方がいいかもしれません。そしてこの今の4つの中でこのさつまいも粉が一番好きでしたので、こちらを代表としてこちらのペーストとさせていただきます。はい、それでは今回の真打ち登場、このイタリアン抹茶プリンいただきますね。さて、おっとっとっと、崩れる崩れる崩れる。では、はい、おや、前のイタリアンプリンちょっと柔らかいですね。でも抹茶が入ってるからかな、関係ないから。ではいただきます。やっぱり今回の本命はこれ、ほんと美味しいなぁ。あのチーズケーキみたい、この食感がいい。はい、今回の真打ちイタリアン抹茶プリンはやはりチーズケーキのような濃厚なプリンの中から抹茶のほろ苦さがふわっと広がってきて美味しかったです。歯応えがあるので余計に違う感じが良かったです。セブンイレブンの抹茶は他のコンビニの抹茶並みでほろ苦さが強い印象があります。それはこちらの宇治抹茶わらび餅ぶり抹茶ラテゼリーも同様でした。こちらも抹茶のほろ苦さが口の中に広がってきて、苦い抹茶が好きな方にはどちらもおすすめできますね。もちろんイタリアンプリンの方が美味しかったですけど、こっちがまずいってわけじゃないですよ、本当に誤解されたくないですよ。で、こちらのその生カスタードプリンはちょっとカラメルの苦味が強かったですね。なのでその生っていうようにちょっとカラメルが勝ってしまっていたのがプリンのお前美味しさを完全に満足してしまったのは残念でしたね。もうちょっと辛めの苦味が控えめでも良かったかもしれません。まあ、もちろんあくまでプリンの食感で勝負したいのではの話であって、そうでないのであればこれでいいと思いますが、どこなんですよ、言ってるのはね、自分で。この最後に食べたほうじ茶パフェはほうじ茶の香ばしさが口の中でふわっと広がってきて、栗の甘露煮や白玉の食感と見事に合わさって美味しかったです。ほうじ茶は抹茶とは違った香ばしさですね。で、もちろん今回の真打ちこちらのイタリアンプリンの香ばしさはもうぐだぐだ、こちらの実況点数とさせていただきます。もう文句ないですね。本当にセブンイレブン久しぶりに行きましたけど、いろいろ食べて美味しかったです。こんなところで置いとかない、うん、それでは、桜見て後悔するかなあの人と、いや後悔なんて絶対しないよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。